オザーク高原、オザーク高原、オザーク高原はアメリカ合衆国の中央に位置する地形学的、地質学的及び文化的な高地の名称である。ミズーリ州の南部大半とアーカンソー州北西部に広がっている。産地の西部はカンザス州の南東のはずれとオクラホマ州の北東部にもかかっている。時にオザーク山脈とも言われるが、 この地域は高くまた深く侵食された高原である。地質学的には、セント・フランソワ山脈の周りの広いドームである。オザーク高原の面積は、およそ4万7千平方マイルであり、アパラチア山脈とロッキー山脈の間では群を抜いて、最も広い山岳地である。ボストン山脈の南にあるアーカンザス川流域と、ボシタ山地は、 通常、オザーク高原の一部とは考えられないが、オザーク高原とウォシタ産地とで、アメリカ合衆国内陸高原と呼ばれる地域を形成し、集合的に呼ばれることがある。例えば、オザーク山無薬森林と呼ばれる生態地域には、ウォシタ産地が含まれる。名前の語源は推測の域にある。オザーク、スは、おそらく、フランス語のアーカンソーへ。 の短縮系の音を英語で綴ったものと考えられる。もともとミシシッピ側のアーカンソーポストにあった公益基地を指すものであったのがアーカンザス側とホワイト側に潤される地域全体を指して言うようになったアーカンザスという名前字の由来が憶測でしかない。もう一つの可能性ある推定はオザークイコールセントフランシス国立の森にある。 アラム洞窟の天外を構成する大きな天然鏡に関連してアーチの方向にという意味のフランス語オーアークスから来たというものであるこのアーチは目印として使われてきたこのオーアークスは山岳地ではよく見られる虹に絡んで虹の方向にという意味のフランス語の短縮型と示唆するものもあるルイジアナバイ州の後でこの地域を旅するアメリカ人は 高知の様々な継承を、オーク山脈とかオザークの森という形で、オザークという言葉を使って表現した。20世紀の初期までに、オザークは一般的な名称となった。オザーク高原には4つの主要な地形学的地域がある。スプリングフィールド高原、セーラム高原、セントフランシス山脈及びボストン山脈である。地形は、 スプリングフィールド高原とセーラム高原を分かつ、断崖に沿ったボストン山脈、および起伏の激しいセントフランソワ山脈以外は、柔らかにうねっている。スプリングフィールド高原の石灰岩には泉、干没穴および洞窟のようなカルスト地形が見られ、セーラム高原やボストン山脈には、クハイ,イワの岩盤が多く見られる。ボストン山脈は、オザーク高原でも、 標高の高い地域である。山頂の標高は2560フィート以上あり、谷は500から1550フィートの深さがある。ターナーウォードノブは、名前のある山では一番高い。アーカンソー州ニュートン群に位置し、標高は2463フィートである。この近くに、名前のない山が5方あり、標高は2560フィートを少し超えている。 オザーク高原にある、セントフランソワ山脈は、高原道具の地理的な核にあたる。セントフランソワ山脈の日リー和と火山岩は、先寒ぶり秋の山の名残である。山脈の中核は、古生代の海の島として存在した。小腹合体が、この古代の島を取り囲む沈積層に生じた。この側面にある小は後に、豊富な鉛と亜鉛を含む鉱石を形成した。 流動床の集中点であり、今も最高が続いている。ひなり岩と火山岩は、比較的薄い古生大の堆積岩のもとにまで広がっており、地域全体の玄武岩質近くを構成している。オザーク高原には鉛、亜鉛、鉄及び重晶石の鉱脈がある。これらの鉱脈は、長い最高活動によって掘り尽くされようとしているが、まだ、水売り州南中部の 鉛のベルトでは埋蔵量も豊富でうつつも最高が続けられている。歴史的にセントフランソワ山脈周辺の古い鉛のベルトとミズーリ州ジョプリン周辺の三州地区鉛、アエン鉱山は大変重要な金属資源であった。この地域の多くは肉牛の放牧地となっており、落農家も多い。オザーク高原のオクラホマ地区やアーカンソー州のボストン山脈の東半分では 石油探査と採取も行われている。私有地と国有林における南材、新葉樹と郊材、紅葉樹の林業もこの地域の重要な経済活動であり続けている。観光業はオザーク山脈の成長産業であり、ミズーリー州ブランソンの娯楽施設の成長が裏付けている。1950年代半ばにホワイト川をせき止めて作られた公平太鼓がミズーリーイコール。 アーカンソー宗教の観光、船遊び及び釣りによる大きな産業となってきた。オザーク高原北部のオザーク湖及び、トルーマン湖は、それぞれ1931年と1979年に王政寺川をせきめて作られた。1972年にアメリカでは初めての国定河川にアメリカ合衆国議会の法律で作られたバッファロー国定河川は、 国定公園局に管理されており、毎年増加するカヌーをこぐ人、ハイカー、キャンプをする人及び洞窟探検をする人をアーカンソー州北部に引きつけている。ミズーリ州ではオザーク国定景観河川路がある。これは公式の国定河川ではないが、アメリカでは初めての河川系に基盤のある国定公園として、ジャックスフォーク河川系に1964年に、 作られた。この河川公園に引き寄せられた観光客としてエミネンスバンビューレン地域に年間130万人以上の人が訪れている。オクラホマ州東部とアーカンソー州西部では養鶏業と食品加工業が最近伸びてきている。タイソン食品会社の食品加工工場がアーカンソー州西部にあり、スティルウェル食品はオクラホマ州東部に冷凍野菜と 食品加工の工場を持っている。林業と製材業もオザークの重要な産業であり、小さな家族経営の製材所から大きな商業ベースのものまである。オザークという言葉はこの高原に住む人々の特徴ある文化、建築及び方言にも故障として使われる。この地域の人々は周辺の州の人々よりも互いに共通点が多い。オザークの文化は アパラチア山脈やアップランドサウスの文化に似ている。住人の大半はスコットランドイコールアイルランド系の子孫であり、たまに先住民族の血統もいる。これらの住人は19世紀以来この地域に居住してきた。オザークの宗教は保守的であり、あるいは個人主義的なアッセンブリーズ・オブ・ゴッド、南部バプテスト連盟及び他のプロテスタント系、インテコステ運動が支配的である。 オザークにはこの地域特有の宗派もある。ドイツ人カトリック教徒が開拓した社会と、フランス人が入植した地域の他に、都市の外では、ローマカトリック教徒は稀である。田舎の農家は村に集まるよりも孤立して生活する、傾向にある。初期の入植者はその食料と収入のために狩猟、魚老及び、罠猟に頼っていた。今日、余暇のための狩りや釣りは、 通常の活動であり、観光産業の重要な部分にもなっている。特に、アミガサタケのキノコ狩りや、西洋トギリや朝鮮人参といった、薬用自然植物の採取が通常行われており、地域のバイヤーによって、財政的に支援されている。ベニシダの生えるところと、丘の羊飼いは、オザーク産無薬を題材にした書籍である。 オザークの文化の他の伝統的性格の例としては、この地域にある2つの大きなファミリーテーマパークである。シルバーダラーシと今はなくなったが、ドッグパッチ USA であり、どちらもアメリカ合衆国中西部の19世紀の田園生活を表現している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。